ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手が史上初の50から50達成するなど輝かしい功績を残している一方で、スター選手を失った古巣のロサンゼルスエンゼルスは悲惨なことになっている。そうなることは想定されていたが、予想以上にひどいと米メディアヘイローハングアウトが報じている。日本人メジャーリーガーの歴代最高年俸ランキング、大谷は昨季オフ。 エンゼルスからフリーエージェント FA になった後、ドジャースと史上最高額の10年総額7億ドル、約1015億円という巨額の契約を結んだ。ドジャースだけでなく、トロントブルージェイズやサンフランシスコジャイアンツも最後まで争っていたが、そこにエンゼルスの名前はなかった。もし、エンゼルスも本気で大谷の引き止めに動いていたら、どうなっていたのだろうか。 エンゼルスは2大スターの大谷を失っただけでなく、もう一人のスーパースターであるマイク・トラウト外野手を左膝の半月板断裂で失っている。その影響が顕著に成績に現れており、エンゼルスはアリーグ西地区で63勝96敗の成績を残し、断突で最下位の状況となった。同メディアは我々はみんな、こうなることを予想していた。 大谷がチームに残らないと知ったとき、大谷が成功し続ける一方で、球団が破綻するのは明らかだった。これは避けられないことのように思われたが、その二つは今や極端な状況になっている。大谷が野球界の不滅の座に上り詰める一方で、エンゼルスはあと一敗で球団史上最多のシーズン敗戦に迫っていると報じている。続けて、大谷が今季、 信じられないほど素晴らしい活躍を見せていることを考えると、エンゼルスがなぜこの地位にある選手を引き止めなかったのか考えるだけで辛い。大谷を見逃すことを正当化できるような言い訳は全くない。フロントは自分たちが作り出した無能さに対処しなければならないが、残念ながらそれはエンゼルスのファンにとって一生の罰となるだろう。このチームは6シーズンにわたり、 世界で最も才能のある選手をロースターに抱えていた。彼が解放された今、エンゼルスのファンは外から大谷を見守るしか選択肢がないと、大谷というスター選手を失ったことを悔やんでいる。